Yeah.
fight. Yeah.
Mexico! Ha ha ha!
USA。あ、こんばんは。どうも、ほぼほぼ山本です。今日、3月20日、2020年3月20日ということで、式、デートの式、スパツ X、ですね、参加者9人ということでチーム戦したいと思います。チーム戦3人チーム、3人3チームかで、3-on 3試合しかない。あ、総当たり、そうですね、総当たり3試合、6試合じゃない。あ、そうかそうかそうか、そうですね、3試合、1人2キャラ持ちとかしちゃう。ちょっと多いっすよね、そうすると3チームだと。で、一発になっちゃう。一発、三人、三チームで一発。チーム決めを行いたいと思います。チーム決めは、自分で引いてもらえます？あ、一発トーナメントもやりますか。はい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 。なるほど。じゃあ、二本立てということで今決まりました。三人、スリーオン。3チームと、9人の、トーナメント、チーム決めをじゃあしたいんですが、あれ、スロベフさん、それでいく、それでいっちゃう、それでいっちゃいますか。はい、じゃあ各自トランプをね、トランプをお願いします。トランプマンおじさんが配ってるトランプをお願いします。疎通会のトランプマンが、配信台はクリアしちゃってます。なんか僕バルログのエンディング久々に見たか初めて見たかぐらいな、画面を見ても全く記憶がないです。はい、じゃあトランプが行き当たりました。これで3人3チームに分けますと。
それでは、3月の20日、エクサ、まあ、前夜祭ではないんですけれども、デイトナー四季の細道の、3オンルールの総当たり戦。はい。そうですね。山本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、サクさん。はい、あれですね。山本全然気づいてなかったんですけど。本日明日がエクサ。エクサ前日ということで。前夜祭は、まあ、かけるごとかじゃないんでないんですけれども。エクサ、まあ、前日大会でしたね。そうですね。金曜日なんで、まあ、デイトナが前夜祭になりがち。本日は9名。はい、はい。じゃあ、先方申告を、山本さんにお願いします。あ、ちなみにこれキャラって、毎回変えていいんでしたっけ？あ、一回固定したら、そのキャラで。では、ワニさんチームのキャラをよろしくお願いいたします。もう一度、クレジットの説明しておきますと、100円払うので、はい、2クレジット目まで50円を入れてください。それ以降はボタンで OK なので、はい、50円を2回入れてもらえれば OK です。はい。ですね。ありがとうございます、説明。よろしくお願いします。ワンピー側が、あれだな。セロテープさんチームですね。セロさんチーム。2P 側がディオンさん、ワニさん、ドカタさん。セロテープヒロポン、ジキルさん。ジキルさん、本日、はい。初めて参加していただけるジキルさんは、ハンター勢。ハンター勢ということで。はい。富士見野の方、なんか。富士見野の方って言ってましたね。はい、はい。まあ、なんかビッグワンとかで、はい、ビッグワン勢らしい。はい、じゃあ座ってもらって構いません。先方が、ジキルさんと野方さん、野方さんのリュウバイス、あ、リュウ DJ、 DJ ですね。はい。ただドカに最近キャラ隊がいろいろできてきているので。そうですね。ただ DJ 難しいですよね。リュウ難しいですね。どっちも難しいんですけど、まあ、まあそうなんですね。やりきるとまあ竜っていう感じですかね。あ、でも丁寧ですね。ガードもしっかりしている。まああれですかね、格ゲーやられてる方なんで。そうですね、うん、分かってはいると思うんですけど、まあまあ竜巻もガードしますね。無駄なところ。まあ、でもこれぐらいの体力だったら全然いいぞ。めくりをガードして、めくり狙っていく。いや、いい勝負ですねこれ。シンクを打たせて、おっと、タツマキ巻き込まれる。これは仕込んでいる。投げる、投げる。めくりタツマキにタツマキを仕込んでますね。そうですね、そのまま着地した時のね、仕込みですよね。ジャックが逃げてもタツマキで、おっとジャックでめくりをガードして、コパコパ投げ、受け身を取っている。今度はリードしているのは ジキルさん。わーっと中足、これが強い。しっかりしている。スライディング、これは、おっと、お刻んで壊しエアスラできる。投げを匂わせるとやっぱ立ちがちなので、壊しエアスラが結構有効です ね、 すね。しっかり揺すっていけば、おっと飛んでいる、打ちすぎた波動拳。さああれ、これはいい勝負だ。おっと、ボーイめくり結構強いですよね。ガードしている、投げる。さあ画面端は中足で済んだ。ちゃんとあの避けるときに中パン、おーっと昇竜投げいったか。あーっと惜しかった。惜しいところ。いやでもハンター勢だけどすごい知ってますね。そうですね、あのしっかりしてますね動きが。ジャンプ中パンで球をダイエットしたりとか、結構いろいろ竜巻をガードしたりとか。さあヒロポンさん、ヒロポンさん、バイソン。 2P 側が、ドカタさん、ワニケイさん、ディオンさんですね。そうですね、竜巻相打ち、フラリューが美味しい。ヒロポンさんのバイソン、ここは中パン中足で暴れて、あーっとぴよっている、立ち台パーン。ドカタさんバイソン戦うまいイメージなんですけどね。まあそうですね、まあでも言うてやっぱバイソンが有利なので。そうですよね、打ちどころとか分かってますよね。あとは目がいいので、
おーでも噛まれている。おっとこれ美味しいぞ。アントビから遅らせて下段でファイヤー、しっかりファイヤー。おっとちょっと早かったが投げている、受け身取っている。潮流が出る出る、やっぱり出る。そして響き渡る金子さんの笑い声あれ金子さんいつもないか金子さんが来て、これ土方さんはいいところを見せたい。そうですね。あとこれ美味しいぞ。アントビして遅らせげな、今度はガード竜巻ガードしている、投げて受け身取っている。真空これはフルヒット中ゴス立ちぐらい、そこから中ゴス立ちぐらい。おっと一気に痛てたぞ。今のは立ちぐらいは多分投げ返しの投げ漏れですね多分。 A B チームん A チーム A チーム一気に痛て、これはこれは大将セロテープ引きずり出された形。セロさんがここは竜は倒しておきたい。いやーとビオルさあダブルジャーマン、あっと生きてる。おっと今のは、ローの相打ちですかね。大事にね1ラウンド目いきました、 ましたね。おっとファイヤー美味しいぞ。ちょっと高めだったがこれは2段昇竜出す、切ってくる。アントビで押して、おっと大将うまいぞ。お画面押されているぞ。歩いてあーっとやりすぎた。アントビからあーっと直です。さあ2ラウンド目いったここでドカタさん破れて、ここでかぶせ発生。これはもう行くしかないと。どこでもここでどこでもこの男ワニくんさん、これそうっすね今日100日目なんですよね。死んだはずのワニがね、遠征してきていただきましたワニケイさん。これは演武を見せている。コパンで張り手を止めて相打ち、さあ画面端だ削っていく。あーるとこれ高し、あーっとリバーサル出している。しっかりドスコイ出ている。相打ち削るか、さあ削り、お食い込ませない。あーっときっちり見てからキャラサー我慢してますね、はい、アニケイさんね。さあこれはいやーシューティングパパイヤ、さすがのセロテープさんも1ラウンドもないのか。これはきつい。おっとおいった上からだが離れてしまうので2段ガードしてる。頭突きこれはきつい。大事あるのか、いやーっとやっぱり頭突き出す。あっと張り手でまずはディオンさん、土方さん、ワニさんチームが1勝。続きましてどうします、どういきます。じゃあ負けた方と仮面人さんですかね。仮面人さん、山本さん、白チームで、じゃあマイ、まあそれでも
あ、はい、実況頼まれましたので実況しまーす。どことどこでがやるんですかね。はい、審判戦お願いいたします。さあ、チームが白、山本、仮面人、継承略。対するはセロテープ、あ、もう俺が聞きました。じゃあどうぞどうぞ。さあ、誰と誰だ。あ、ジキルさん、はいはい、なるほどね。そう、デイズマシンでハンター入りましたのでね。さあ、ジキルさんの DJ と山本さんのチュンリーと、さあ、先ほどね、ドカダさんにワンチャン勝ちかけたので、自力は全然ある模様ですね。さあ、対して山本、チュンリー、DJ さんはどれぐらいやっているのか。さあ、画面を見ると、画面を見ると大変なことになっておりますが。キャラ的には、そうですね。DJ チュンリー終わった後、ちょっと、ハック君が出づらくなっちゃう感じになってくるので、山本さんここ頑張りたいところですが、画面端で追い込んでいるのは、ジギルさんの DJ と、さあ、飛びちょっと早かった。さあ、背中はしっかりとジャックナイフ。さあ、転生脚で割っていく気候圏から、こっからセンレスで削って気候圏、ここまでワンセットでございますね。さあ、ラウンド3、さあ、今気候圏に対してヤスラ総裁合戦から始まるラウンド3。さあ、飛んだところに気候圏対空でやっていく。百裂脚は重なってはいねえが、ここはジャックナイフ出したから当たっちゃったやつ。さあ、ヤスラ当てて上からだが、しっかり転生脚で対空していく。飛行圏重ねて左足、さあ始まったー。つながってないか。しゃがみくらいは転生脚出なかったのかな。さあ、どっちが出るか、バルログかキャミーかな、今日は。さあ、バルログは座る。まあ、出したくないよね出したくないよね、キャミーはね。さあ、出てくるのは仮面人さんのバルログ。さあ、バルログ DJ はお互いやってないと面倒くさそうですけどね。さあ、ここはしっかりとテラーテラー、スラーから、さあ、ここはローリング傘ね。ローリングで削っていく。さあ、画面端を追い込んだところで、さあ、氷が入って、まず一回、さあ、ローリングからローリング、ダイヤシローリング、ガシガシ削っていく。最後はダイヤシと、さあ、慣れないと、てか、普段 X やらない人が突然、さあ、これは、さっきから繋いで、もう大変なことに。最後は中詰めと。さあ、続いて座るが、これヒロボンさんの、バイソン。バイソンバルログは、お互いミスったら死ぬ印象がありますけど、どうなんでしょうね。氷が結構ヘッドでかわされやすかったりもするので、それに対して氷じゃない選択肢をやると、でもまたヘッドがめんどくさいと。下げ飛びするとヘッドはほぼほぼ下げれるんですが、さあ、どう動いていくのでしょうか。宙詰めとローリングで一生削っていく。画面端が定位置になっているが、さあ、飛びから三角飛び逃げていく。さあ、ヘッドで返して、こっからだがテラー出る。ローリング重ね、
今のもヘッド出てたら危なかったんですけど、ここは強攻めの選択肢でしたね。シャワーから、中攻めは強い。中攻めでからローリング。ダイヤシこかして、ここはローリング挟んで、中攻めとローリング。そして立ち中パンチも混ぜつつ、立ち大パンチだったかな。長い長い牽制を駆使しながら、バイソンに寄せ付けない立ち回りを一緒やっていく仮面人。投げが取って、さあ、こっから、投げ返し。さあ、対象はセロテープ。だから、これ、仮にバルログに勝つと次出てくるのキャミーですから。セロテープの戦いが始まったと。まずは、だからこの場合、バルログを倒したい。セロテープザンギエフ。ああいう打ちでもいいから落としていくが、ダメ。さあ、ここで、ダブルに噛み合わせて、テラ、バレている、もみもみした後に、ここはバックステラだが、ああいう打ち上等。だから、ここの体力差だが、さあ、見えない。わかんない。どっちやねん。あと一回。出なーい。や、わかんない。そういうキャラだし、そういう技だし、シャーなしや。さあ、早出しの爪から。わかった。で、ここは、遠目の爪で、落としていく形。わかってもダメ。手前の爪が非常にいやらしい。さあ、爪で削っていく。さあ、どうする？セロテープもう後がない。相打ちで勝ったのは仮面人。三立て。早い。強い。じゃあこれが優勝決定戦になるのかな。はい、先ほど勝った仮面人博ほぼ山本チーム対して、D4-1-2K ドカタと。さあ、先方と、あとは筐体決めのじゃんけんをお願いいたします。本田龍さあ、何なんでしょうね、キャラクターは。ホーク、さあ、まず一番大事なのは先方ですね。さあ、先方座っていただきましょう。座っていくのはハクさんとディオンさん。さあ、キャミーホークの始まりだ。だが大会はね、フリキャラが有利キャラをまぐることもよくありますのでね。ここでどうなるのか。さあ、X ホーグ対 X キャミ。ステージは DJ ステージ。まあ、中足から始まる。さあ、4当たらない。コンドルダイブは力がアップしていた。さあ、飛びが通って、さあ、まず1回転。キャノンスパイク、ワードしてるが投げているの、キャミ。受け身がないぞ。さあ、半飛びから、スパイラルロー。キャノンスパイク、さあ、反応が早いし、対応もうまい。キャノンスパイク、この距離は何もない。飛びは許さない。さあ、削って、まずラン取っていくわ。ハッキャミー、さらの2、まずはコンドルダイブから。キャノンスパイクしっかり落としていく。置き攻め、めくり通して、ひよっていないが、もう絶望的。届かない。さあ、どうなる。スパイラローキャノンスパイグ、スピンドライブスマッシャーでフィニッシュと。まず先方取っていくのはハッキャミ。さあ、さあ、あ、勢いよく土方さん座ったけど、話し合いの音、本田に変更と。
さあ、それは、ワーニケイさんの、ホンダ。さあ、これは逆にキャミーが上がって、つぶやくめんどくさいやつですね。さあ、まずは、どちらが先にダメージ取りに行くのか。だから、下手に取りに行こうとすると、やはり対応が強い。ホンダ相手には、大変なことになっていく。さあ、着地にしっかりスパイラルアロー、合わせていった、フーリガン通して、さあ、飛びが通って、さあ、まずは、頭突きはしっかり潰して、さあ、状況的には、だいぶキャミー有利。そして、歩いて投げる。さあ、ラウンド2。開幕は、まあ、中足から、先端。先端。しっかり飛びは許さない。まず、頭突きで逃げるが、さあ、反撃しっかりしている。相打ち上等、こかしている。さあ、コパンを置いて、頭突きを牽制しながらだが、さあ、灼熱破裂で削って、頭突きで削って、こかして、置き攻めが、さあ、ここは、スピンドライブだが、これは、張り手で反撃。削って、どうするんだ？どうなるんだ？先端。ちょっとめり込んでいた。さあ、ラウンド3。さあ、コパン連打で、頭突きを抑制している形。先端アローから、張り手を下から潰して、表こかして、ここは大パンチ、ゴッツァンチョップ。さあ、これは、大位置を通って、ピヨって、大位置を、削ってまだ来てるが、もう一回張り手。いやー、でも強かったな、ハック。あの100巻でのピオリは多分想定外だったのかな。さあ、中堅出てくるのは、ほぼ山本、チュンリー。さあ、ホンダチュンリー。まあ、弾あるとホンダはめんどくさいと聞くので、多分チュンリー側の方がいける組み合わせなんじゃないかと思いますが、押しているのはホンダ側。画面端のこの状況、チュンリー側も逃げるのが大変だ。張り手で削って、飛びも通って、さあどうなる？ガシガシ歩いていくが、クテクは先出し、さあ戦列撃とりあえずがあって、飛びに対してはしっかり続き待遇。マーストというかワニケホンダ。気候圏？気候圏。で、百列脚、百列キックを、重ねて、少しずつだが確実にダメージを取っていく。だから画面端を追い込んではいるので、さあ、飛行圏対空から、飛行圏、飛行圏と、コパンド落として、飛行圏、飛行圏。さあ、100巻から、100巻、さあ、1入れ替わってるが、まず対応したいのは本田側。相打ちからの、乗車ダウン。さあ、また、近づかなきゃいけない状況。飛びから、中足、距離離して、1入れ替えて、削っていく。戦列ガードからの飛び、ごっちゃんチョップ。うわ、届かない。どうなるんだ。削って気候圏ガードをまだ知らない。飛びが通って空対空狙ったところを先出して潰していった形ですね。1時で迎えてラウンド3。気候圏、気候圏から画面端に渡しても追い詰めることはできてるホンダ側だが、ダメージを受けてるのもホンダ側。あれね、こかして、どすこい。しわしわしから、続き入って、上からだが、続き入って、戦列の裏、戦列客で移動して、いや、抜けちゃった形ですね。くぐってしまいました。ちょっと早かったですね。反応が早すぎた。そして大将は仮面人。バルログオンだ。さあどうなるんだ。まず中詰めから始まって。相打ちをどうだか。ダメージ側。さあ。とりあえず飛んだところはしっかり対応していった。張り手でローリングを潰して、ここはテラー打っていく。重ねて重ねて。さあぴょんぴょん飛びながら牽制。飛んだところには張り手が置いてある。テラーで返して。
ゃあ爪で潰していく。ちょー、相打ち上等、すごいとこ当たったな。足の先端と爪の先端ですかね。爪にも暗い判定あった模様ですね。お互いの暗い判定ギリギリの、さあ飛びが通っているがガードがしっかりしている。張り手画面端だが飛びしっかり続き、あー怖い。上からしっかり落として中詰め中詰め、今日はしっかり砕く。今日さあ通って、さあこっからしっかりガードした。ローリングのところに張り手が置いてあった。1-1で迎えてラウンド3、どうなるんでしょう。まずは中詰めから、ここは続けて落としていった。お手手の、さあここはうまく抜けた。アタッチ、まだまだ試合は始まったばかり、どうなっていくんでしょうか。今日からさあ早出しの爪から裏しっかりガードしている。今日を通して、今日から通して、通して、さあどっちだ最後の一発。大将それはドカタリュウ、満を持してのドカタリュウ、レイトナシキの誇るエース。さあドカタヤストにならなきゃいいが、さあ氷が通って、さあ画面端、画面端ではめくられないですが、この中爪と台足を使った鳥顔がめちゃめちゃ強いですね。しゃがみっぱなので飛んでもテラーが間に合ってしまうやつ。昇竜拳通して、竜巻で、さあ潰していく。竜巻で通していく。竜巻、さあ必要な竜巻攻め。空対空取った。真空ガード、中足ファギア。昇竜拳、手前打ちでなんとかな、おっと投げているのはバルロックさあラウンド2。まず台足から、ここはローリング重ねて、台足こかしてファイヤーをとりあえず一発ガード。さあ、ここ、ジャンプショーパンツで落としていった。昇竜拳、ガードしているが、中詰め、確定っぽいですね。今日から、さあ、昇竜拳を釣られて、しゃがみ台パンチだが、波動拳が強い。昇竜拳落として、竜巻、さあ、コパンド落とした。竜巻、さあ、コパンド落として、投げて、台足から、どうなんだ昇竜拳、竜巻、中足ファイヤー、昇竜拳届かない、どうなる、あれはバルログ。優勝は仮面人博ほぼ山とチームです。おめでとうございます。さあこの後の流れは知らないのでどうなっているんだ。はいはい、なんだなんだ、一先のシングルトーナメントだったら大丈夫。シングル戦いいっすか。一先なら一先、一先一発ですよね。一発ですよ。じゃあ一発トーナメント、あれトーナメント表どうします。トーナメント表出します、あるありますけど、シングル戦一発トーナメントやります。急遽お許しが出たので。あれちなみに肉霊までは実費払っていただいてるはずなんですけど、まだ払ってない方とかいるんじゃないですか。大丈夫ですか。自己申告で入れてください。じゃあBrazil!
ロレブです。こんばんは。時間が余ったんで一発トーナメントのシングル戦をやっております。10人なんで0回戦が2つあって、これが最初の0回戦ですね。マッチさんのキャミーとほぼ山本さんのチュンリー。キャラ的にはチュンリーなんですが、上が出る。1ラウンド目取ったのが、おっとキュウリが入ってハッキャミー投げてフーリガン、めくりガード下がってキャノンは対応している。キャノン、おっと踏みつけが重なっていなかったところに立ち中盤。最初に勝ったのはハッキャミー。次が、ディオンさんとカメンジですね。はい、どうも。2回戦、0回戦2試合目ですね。リオンさんと亀井さん。さあ、ワンピーガーが亀井さん。あれ、これさっき当たりましたね、この2人。キャラも同じだ。いや、当たってないか、さっき。ごめんなさい。さっきハッキャミター当たっている。さあ、どうなんだ？リオンさんが、エクスホーク、カメジさんがバルログ。さあ空中で交錯した。爪が落ちたが拾う。やっぱりね、爪拾う人と拾わない人いますからね。拾わない人そんなにはいないんですけど、まあ、あれそうっすか。シャニムに拾う人と、あ、そうですね、さりげなく拾う人ですね。さりげなく拾う人、うん、その辺ちょっとね、あの、そうですね、がっついてるかジェントルマンかの差みたいな。そうそう、完全に拾わない人僕知ってますよ。完全に拾わない人それエスバルログ使ってる人でした、ね、いやいや、じゃなくてじゃなくてX、 まああれね、あの、頑張らなくても爪の上通過すれば拾うんで、フロー、そうですね。おっと、この組み合わせキャラ的にはもちろんバルログなんでしょうけれども、はい、ホークも大会とかではホークとは当たりたくないっぽいですね、うん、バルグ。そうですね、一発ありますからね、事故ることがあるんで。さあ勝ったのはカメンジさん。ちょっと待ってくださいね、リセットをかけますね、はい、じゃあヒロポンさんとハクさんですね。え、ハクさん、ヒロポンさん、そうそう、じゃあハクさん、ヒロポンさんお願いいたします。じゃんけんからじゃんけんの結果、 1P 側がヒロポンさん、 2P 側が山本さんですね、はい、キャミー、マクさんのキャミーですね、はい。おヒロポンさ ん帰ってきました。ガイルガイルキャミー最近頑張っている。お、出してきた。かなり一生懸命ガイル使ってますね。あ、そうなんすね。はい、この間も南浦和でも使ってましたし。おお、ガイルからバイソンになる人はそこそこ見るんですけど、バイソンからガイルっていうのはあんまり見たことがない。逆パターン。そうですね、この強引に行くキャラクターから、このさあきっちりめくりから、はい、4発。あ、おう、うまいぞ、舞台工夫。あれですね、さっきの山本さんがやったチュンリーでもあったんですけど、はい、昔は飛び道具重ねからジャンプとジャンプ重ねみたいな、あ、はい、まああったんですけど、もう明らかに連続ガードじゃないと。そうですね、あれ逆に見やすいですよね、ディレイかかってる。そうです、ね、さあハクさん、さあハクさんが大暴れ、あ、馬でしたね。さあ続いて、いきます。続いてセロテプさんですね。さあ続いて因縁の対決セロ
どこでもワニ系対セロテープ、はい、1回戦からね、ホンダ対ザンギ、さっきも当たってますけどね、これはさっきも当たっている。ここはワニ系さんのキャラ差で勝ち取った感じ。おっ、ダブルに引っかかる。ちょっとさっきより我慢できてないぞ。このままだとワニ系さん勝っちゃいますね。しかし、おっと差し込まれる。危ない、我慢できてる。おっ、ダイヤ足差し込んだ。さあ1ラウンド目は取った。さあさあ、硬直してるが、これ画面あれですかね、ザンギ側が画面押しってなんかできるんですかね。まあ押しても大して変わんなくなっちゃうのか。さあ刺さる。いやー、これは削けない。うっかり光らなければいいだけ。さあ刺していく、前歩きに刺していく。これ弱パンでも止まんないですよね、ドスコイ。あんまり怪しい感じになっちゃいますよね。さあ手前でラブラリだが、しっかり我慢。お、しっかりしているぞ、これは。おっと、相打ち OK だが、ここはワニケ勝利。続いて逆サイドいきますよね。はい、ジキルさんとドカタさん、ジキルさんまだおられますね。続いて、ジキルさんの DJ かな、 DJ とドカタリュウ。はい、ドカタさんとジキルさん、ジキルさんが 1P が、ジキルさんかなりしっかりしてるんで。そうですね、はい、多芸勢とは思えないぐらい、やっぱ格ゲーがやっぱ上手い感じの。そうですね、しっかりガードもしっかり。おっと、大志うまいぞ。さっきも2人当たりましたもんね。いい勝負しましたよね。そうですね。おっと、今飛び際に当たったか、めくりが当たって、入っている、ピヨってない、ジャックができる。昇竜ジャックに竜巻が仕込んであって、投げて、これで同じぐらいか。ちょっと、ちょっと有利ですね、DJ 有利。これで、これで逆転した。逆転して返して、逆転して。竜巻真空削って、何も出さないっていう。いい勝負、ファイヤーが当たって、これは、ゼロドット。あー、ガードしてしまった。ひたすらガード。ひたすら波動モードになっている。さあ、硬直しているが、折れて立ち上げ。お、知っている。空中を咎めた。しっかり飛んでましたね。DJ はやっぱり通常技が強いので、おっと投げられて受け身は取っていない。スパコン出して、これは、ま、あ、今のはレンガになってましたね。勝利割れなかったか。真空が、これはやりきった感じ。いや、でも、うまいっすね。そうですね。じゃ、金子さんと仮面人さんですね。ここで金子さんが 1P で、キャラはちょっとまだわからないが、仮面人さんがバルログかな。金子ガイルメインキャラ。はい、そうですね、ガイルバルログ。まあ、まだまだっていうか明日 XR なので、はい、まあメインって感じですかね。そうですね、今日 XR 前日ということでね。金子さんは誰と組むの、鈴木さんかな。具近い、具近いかな。はい、鈴木さんじゃなかったかな。これは裏剣が今確定なのか。さあスラスラで画面を奪ったが、うお、中外地、早出しの爪、サマ重ねにはサマ、めくりが使って、ソニック、アッパー、サマ強い、しっかり待っている。
これは本日猛威を振るった仮面人さんが金子さんに倒されてしまうのか。丁寧にゴロゴロこけて、さまこれ、あー爪が暴れて相打ち、ゴロゴロ相打ち、さあ亀端、おっと使った投げだ。今のはちょっと運が悪かった。仮面人さんのバルーグ、あの固めがねすごいね。そうです、うまいっすね。相手の暴れにすかせるようなゴロゴロとかも打つんで、あと大足、大足一発目が入る。めっちゃいい勝負、歩いて中足渋い、よーっとダメージ取ってるのは金子さん。おっと歩いてくぐって投げた、硬いぞ、お互い硬い、硬い、こけて、よーっとサマー、爪にサマー、待っていた、かっこよ、爪サマー、これはしびれる。ベスト4ですね。お、ベスト4、はい、出揃いましたね。ワニさん、ハクさん、ワニさん、ドカタさん、さっきの3-4で当たった時は、ね、ワニさんが仕事した感じだったんですけど、そうですね、この組み合わせもまあ、おっとワニさんの本田とキャミ、自分で本田使ってキャミとやると、はい、あとスパイラルが、スパイラルあるのか、はい、あれ転ぶんで、はいはいはい、気持ちよく待ってて、なんかこう私シュッシュ振ったり差し込んでいく感じ、キャノン当てるよりは、地上にいる本当だったらキャノン当てるよりは、はあ、スパイラルアロー、スパイラル当てて、そこからめくりでワンチャンみたいな、今のとかですね、今相打ちになっちゃいましたけど、あれで一方勝ちしてると、そこからの落ち目が一致、ちょっとでもあれですよね、体力相打ちになっちゃうと体力差がついちゃう。いや大丈夫だと思いますよ。大丈夫ですか。キャミもかなり火力ある方なんで。なるほど。はい。スパイラーの感じ。これ、こっから置き攻めがついてる。裏回り、ぴよっている。さあ、きっちり3段。スパイラルが当たったところから一発で勝ちパターンがあるという。さあ、続いて、土方さんと金子さん。さあ、ハクさんが勝って。さあ、ワンピー側が金子さんがいる。スピーガーが土方さん、龍。さあ、俺の2週間 ?3 週間、そうですね。2週間龍。獣道。2週間龍ってのは別にあれですね。2週間で負ける龍。14日後に死ぬ龍。おかしいな。いやいやいや。かなりイメトレだけは積んでるらしいので。そうですね。獣道見てますからね。はい、あれ、いいところ。イメージ通りのプレーが。出せるか、いいところ出せるか、おっと、歩き竜巻、あれが2週間竜巻か、あれはすごい相打ちだったが、今の悪くないんですけどね、いいですね、ジャンプからのソニックに台足合わせるのは体力勝ちしてる時とか、そうですね、体力がなかった、もうちょっと早くて一方勝ちしてれば、おっと、裏剣もらわない、あ、竜巻、ちょっとそうっすね、さあめくってる、食らわなかったな、運がいい、ちょっと竜巻が、そうですね、一回なんかいい竜巻見たんですけど、どうもちょっと悲しだったかみたいな、さあ前歩き投げ、今のは小高投げか、ほぼ小高、ほぼ小高投げ、見たことある、さあシンク合わせたが、避けられて、きっちり見ていた、いやー差し返しの大足、差し返した、さあ決勝はハクさんと金子さんってことです。これキャミステージになるのか、もしかして、さあ 1P 側が金子ガイル、 2P 側がハクキャミ、よっとガイルステージだった、箱があるのでキャミに若干不利か、正面から3段目投げる、うわっと届く、なんださあ長い足が届いている、すごい勢いでキャミが一段取っていった、
これは見ていた。さあカナクーリガン、あの飛び道具に合わせられてもまだ動けるのがガエルのいいところ。そうっすね、早いっすね、硬直短いっても強いですね。さあ今度のラウンドはしっかり、おっと往復キャノン、足まで追い込んだ。さあフーリガン、めくりが浅かったか、めくってなかった、あ、透かしていた。そうですね、ちょっと距離調整間違えたか、難しいですよね。そうですね、転がした位置によって。さあ最終ラウンド、ニックレンダー相打ちならばガイル OK、 これがやばい、高めからのそして暴れが通った。フーリガン、フーリガン見ている。さあ正面から固めつつ壁に上がりソニック、さあソニック打ちまくりだが投げる、最後はキャノン当たらず、あの見送り、優勝したのは金子ガイル、優勝は金子ガイル、おめでとうございます。というわけで一応本日は2本立てということでね、皆さん、楽しんでいただけましたでしょうか。いやー、あれですね、2本立てしたの初めてじゃないですか。そうでもない、前やりましたっけ。あったかもし、あったかもしれないぐらいの感じだけど、あ、ありました、ドカタハイ的なやつね。はい、はい、なんかそうね、ということでした、すいません、はい、ちょっと私がね、いい認識が薄かったんですが、はい、明日がエクサーということで。そうですね、はい、皆さんね、朝10時ぐらいから開いてるんだったかな、南ラビックアン、はい、うん、皆さん、出る方もここに何人かいらっしゃると思うんですけれども、しっかり仕上げていってください。はい、そうですね。で、あさってが小物道が、あ、西日暮里バース、なるほど、はい、あれ今回誰でしたっけ。今回はね、関東が誇る残儀使いタコ様さんと、あ、スージーさん、関西の、ね、スージーさんのバイソンとタコ様さんの、スージーさんがかなり関西の残儀をやってるって話は伝わってるんですけど、はいはい、タコ様さんが誰とどこでやってるのかが全然俺のメディア入ってこなくて比較的近所でやってるんじゃないですかね。比較的近所ではい、よくわかんないですけど、タコ様は本当になんかよくわからないけど強かったりするんで、タコ様さんの強さはちょっとセレテープさんの強さとあれですよね、似たり寄ったりして、全然違う、違いますか、はい、雰囲気がなんかよくわかんないけど強い、違う、はい、違う、なるほどですね。以前残儀と小物道やったりした、はい、はい、歌舞伎くんさんとかが、ああ、はいはいはい、割とタコ様さんはなんかおかしいと、なんかおかしい、あれはなんかやってると、あれなんかやってる、脱法だと、具体的な説明はないんですよ、何かおかしい、あれはなんかやってるそういう強さなんで、そうですね、そうですね、いや、そのふんわりとしたなんかこうね、だツージーさんとか、うん、それも結構楽しみなんですけど、そうですね、はい、あさってか、そうなんですよ、いやー、もうちょっといろいろ最近いろいろありすぎて、もう曜日感覚、日付感覚がおかしいということですし、はい、なわけであれですね、世の中、はい、大きなイベントとか自粛ムードですが、そうですね、自粛的なってなんてことを言ってたら、もうあれですよね、4月ですよね、あっつう間にぼちぼちなりますよね、はい、もう3月の20日なんで、はいはいはい、あっつう間に4月でいつまでどこまで自粛するやら、そうですね、まあ、なわけで、まあ、はい、今日はこんな感じで、明日は南ラビックアン、あさっては西本バーサスということで、神々ですよ、はいです、はい、というわけで3月20日、トーナメント戦と3オンでした。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、ちょっとコメント書きますよ、はい、
Yeah.
Thank you.